えー、お疲れ様でございます、えー。今回も AI でイラストを描いてくれる、そんなソフトウェアをね、紹介したいと思います。これは一回ちょっと試してみたんですけども、また最初からちょっとね、皆さんと一緒にやってみようかと思います。一応ね、無料バージョンだと思うんですけども、えっ、ー、と、ここにね、1200、1400って書いてあるのがちょっと気持ち悪いんですけども、<laughs> まあ多分無料バージョンだと思います。で、ここにプロンプトってものを入れるんですね。プロンプトってのは、 どんな画像を描きたいですかってことなんですけども、例えば、えー、部活中の、部活じゃわかんないかな。バスケットボール、部活中の中学生とでも書いておきましょうか。で、これで、えー、レッツゴーいきますね、えー。そうすると、今回は4枚の画像を同時に生成してくれるんですよね。 で、ジェネリーティングがそろそろ固まってきたかなというところでございます。どんなのが出るのかな ?4 枚。全然バスケットボール部活中の中学生には見えませんけど、まあいいでしょう。で、これをクリックしてみるとこんな感じで、まああの、まあ授業を受けてるような、そんなところかなと思いますけども、後ろの本棚見ると自宅っぽいですね。 自宅と学校とかマぜこぜになったようなイラストになってます。で、細かいところを見ると、ちょっと違和感が残るところとかね、あると思いますね。親指が長すぎるんじゃないのとか、なんでこれ、シャツが濡れた感じになってんのとか、丸首は、これは襟なのとかね、あると思いますけども、まあ、バシッと、うん、ちょっと、なんとなくの雰囲気は出てると思います。 で、これがちょっと変わったバージョン。やっぱ指がおかしいですね。細かいところにちょっと違和感が残るんですよ。こういうのはね。あ、これ割とまともなんですけども、ちょっとこの辺を修正しないといけないかなというところですね。最後がこれですけども、まあ、これも細かいところはね、ちょっと目をつぶらないといけないのかなってとことです。で、ちなみに、あの、こういうのでエディットツールがありますんで、いろいろといじることはできるみたいです。はい。 ま、こんなところでね、4枚できました。で、他の人が書いたやつはこういうふうにね、例があるかなってところです。まあ、あの、これなかなか <laughs>、やり込んでいかないとなかなか難しいところはあると思いますけども、とりあえず何でも当てずっぽで作りたいって方には、このぐらいの精度でできますよっていうところですね。はい。えー、これがね、PixAI ってやつだと思います。うん。PixAI ね。で、PixAI プラットフォームって書いてるでしょ。 うんまあ、これが今日紹介するやつかな。で、今4枚作ったら、ここがね、1200消えましたんで、あと1万ポイント使えるってことだと思います。多分これがね、無料バージョンの限界なのかなと。だから、10回ぐらい、あとこれと同じ作業を繰り返したら、40枚ぐらい書いたら、今日のストックはなくなるってことなんですよね。数に限界があると。で、こあ、これか。1200消費するってことですね、おそらくね。で、1回作ったら1200消費するんで、この4っていうやつを、 またなんか数を変えた方がいいってことですかね。2とか1とかにするともっともっとかけるのかなと。あとこれ画面のサイズとかも変えれるみたいですね。そうすると消費するパワーも変わってくるってことですか。まあこうやっていじりながら色い々ろいろ覚えていけばいいんじゃないかなと思います。はい。それでは今回はですね、まあいわゆる萌え画を作る、そんなね、イラストサイトを紹介させてもらいました。動画概要欄に URL 付きときます。